皆さんこんにちは、伝説の D です。なんと第五人格に最大8888手がかりが無料でもらえてしまう超ヤバいイベントがやってきました。ですがこのイベントちょっと複雑で分かりづらいんですよね。ですので今回の動画では皆様にどうやってイベントを進めていくのか分かりやすく説明していきたいと思います。まずは手がかりとは何か、こちらから説明していきます。ゲーム内のこの黄色のピースのようなアイテムですね。このアイテムを使うとゲーム内のキャラクターを購入することができたり、こちらの記憶秘宝と交換することによってレアなアイテムを入手することができる非常に素敵なアイテムとなっております。初心者の方から上級者の方まで誰がもらっても嬉しいアイテムです。ですので今回のイベントぜひぜひやってみてください。ではイベントの開始の仕方なんですが、イベントページを押していただいて、こちらの再開の時序幕というのを押してください。するとこのような画面が出てきます。ですがこの画面では何もすることができません。そうなんです、今回のイベントインターネットのサイトを使ってやるイベントになっているんですね。ですのでこちら注意が必要です。それではこの再開の時の序章の右下向かうというボタン、もしくは僕の動画の固定コメントにあるリンクを押してください。そしてボタンを押していただくとこのようなサイトに飛んできます。なんだかよくわからない文字ばっかりで難しいですよね。ですが安心してください、今回の動画を見ていただければ誰でも、できるようになります。まずは左上、こちらのホニャララ中軍と書いてあるところ、こちらを押していただいて日本語というところを選択してください。これをすると文章が日本語に切り替わります。大会の時序幕、キャラアイテム探索で最大手がかり8888を獲得。本当にすごい、イベントですよ。そして続いて右上、こちらログインしてくださいというところ、こちらログインをお願いいたします。ログイン方法は主に3つ、 Twitter、LINE、Facebook、 これらからお願いします。今回のイベントはですね、こちらのログインが必須となっておりますので、必ずお願いいたします。はい、ではねログインしてきました。続いて下にスクロールしていただいて、こちら探索というボタンを押してください。すると連携したゲーム ID を確認というボタンが出てきます。まずは欧米かアジア、どのサーバーを使っているか選択してください。まあ、大体の方がアジアサーバーを使っておりますので、アジアを選択。その後、自分ご自身のゲーム内 ID をこちらに入力してください。ゲーム内 ID の確認の仕方は主に2つです。ゲーム内の一番右上の歯車のボタンを押していただいたら、左下にキャラ名、キャラ ID と出てきますので、これがご自身のゲーム ID となっております。もしくは、右から2番目のこの人間が2人いるマークを押していただくと、上に、この名前と ID が載っておりますので、この ID を覚えて先ほどのサイトの方に入力してください。はい、入力が完了しました。完了したら右側の検索ボタンを押してください。するとキャラ名ホニャララですかという確認のボタンが出てきますので、これがご自身のもので合っていたら確認をする、もし間違っていたらリセットを押してもう一度確認をしてやってください。間違えて違う方のアカウントを連携しないように気をつけてください。それでは確認するボタンを押します。ちょっとここでですね、悲しいトラブルが発覚してしまいました。なんと僕のアカウントが、他の方に勝手に連携されてしまって使用できなくなっております。いやちょっと悲しいですね。こういった行為、自分のアカウントではないアカウントを勝手に連携する行為は絶対にやめてください。本当に迷惑になります。その人が、イベントの報酬をもらえなくなってしまう可能性もありますし、なんせでもただただその人に迷惑がかかる。本当にやめてください。今回僕でよかったですよ。こうやって皆さんに注意喚起ができる立場であるんでね。まあ、僕なんでよかったんですが、皆様は絶対にやらないように。このゲームシステムにも若干問題がありますよね。ゲーム ID を入力して確認するを押すだけで連携できてしまうっていうのは。ということで今回は特別にサブアカでログインをすることにします。はい、自分の名前と合っていることが確認できましたら確認するボタンを押してください。するとこのようにキャラ連携が成功します。終わった後何をするかと言いますと、こちらの探索ボタン、これを使ってですねイベントを進めていきます。探索をすることによって、こちらアイテムカードというのが入手することができます。全部で5種類あります。エマちゃん、弁護士、泥棒、医師、レオ、このね5つのアイテムがランダムで入手することができるんですが、この5つのカードを全て集めると
その真ん中にあるキラキラした究極アイテムに合成することができるんです。なので今回のイベントではこちらの探索ボタンで5枚のカードを入手することが必要となっております。現在ね、アカウントとログイン、現在アカウントと連携をしただけで3つ溜まっておりますので、早速やっていきましょう。こちら探索ボタンを押してください。さあ、ゲットしました弁護士。いや、嬉しいですね。こちら受け取りを押してください。さあ、早速あと2つもやっていきましょう。さあ、次は誰がもらえるかな。お、エマちゃん、ありがとう、嬉しいですね。エマちゃん、こちらも受け取りを押していきましょう。最後、さあ何がもらえるかな。おー、やった、泥棒がもらえました。こちらも受け取りを押していきます。いや、嬉しいですね。結構このアイテムカード被ることがあるんですけれども、私は一切被ることがなくゲットすることができました。ということで、庭師、弁護士、泥棒を獲得しました。ということで、まだ僕が持っていないのはこの2つのアイテムですね。はい。で、このアイテムをどうやって入手していくのかというところでございます。まずは探索から入手する方法です。アレス戦、ランク戦、協力狩りに1回参加することによって探索が2つもらえます。アレス戦、ランク戦、協力狩りに2回参加することでさらにもう1つもらうことができます。そして、この 本イベント画面を1回シェア、もしくはキャラアイテムを1回プレゼントすることで、また探索アイテムをゲットすることができます。まあ、今一番簡単にできるのがこちらのシェアですので、こちらをタップしまして、リンクをコピーを押してください。でね、このリンクを実際に今、シェアしていただけたら嬉しいです。で、これコピーしていただくと、こちら探索のアイテムが一つ受け取ることができますので、またね、早速やっていきましょう。さあ、被らないキャラ出てほしいですね。さあ、どうだ、被ってしまいました弁護士。こちらもね、受け取りましょう。このようにね、たくさん被ってしまうので、こちらの探索アイテムを入手してカードを集めていってください。これでですね、カードが、今僕被ってしまったんですが、もしカードが被ってしまった場合、この弁護士のカードを誰かにプレゼントすることができるんです。すごいですよね。ですので、まあ、このイベントでちょっと私は弁護士がないから欲しいなっていう方、その僕の場合はこの2枚のカードがないので、誰か持っている方にプレゼントしてもらう、そんなこともできるんですね。では早速やっていきましょう。こちらプレゼントのボタンを押していただくと、プレゼント、右下のプレゼント。するとこのようにリンクが出てきます。このリンクをコピーしていただいて、誰かプレゼントして、したい相手にこちらを送ってください。それだけでこちらのカードをプレゼントすることができます。では僕も実際にね、あとこのエシとレオのカードが足りないので、ちょっとツイッターの方で募集をしてゲットしていきたいと思います。では実際にツイッターの方で募集をして、心の優しい方に譲っていただくことができました。では早速更新していきましょう。多分追加されています。あー、追加されていますね。いや、本当にね、ご協力していただいてありがとうございます。ということで、このようにしてね、他の方からプレゼントをもらったり、自分が逆にプレゼントをあげたりすることで、このように5枚集めていくことができるんですね。まあね、プレゼントをしなくても自分で、毎日毎日コツコツ、毎回やって集めていくという方法もありますので、ご自身に合った方法で5枚のアイテムを集めてください。そして5枚のカードを全て集め終わりましたら、もう一度第5神格のゲームの方へ戻っていただきます。はい、ではゲーム内の方へ戻ってきました。それでは、先ほどと同じくイベントの画面へ向かってください。すると先ほどと全く違った画面が出てきます。全てのアイテムを集めたら、真ん中の扉のところにですね、合成というボタンが出てきますので、こちらをタップしてください。するとこのように究極アイテムが合成されます。はい、以上でですね、今回のイベントの参加が完了になります。ですが、一つだけ注意していただきたいことがありまして、今回のイベント、1000万手がかりを山分けの資格が与えられますというイベントなんですね。ですので、まあ、1人8888手がかりが、確実にもらえるのかと言われたら、ちょっとそこは、わからないんですが、まあ、間違いなくね、手がかりはもらえますんで、ぜひ挑戦してみてください。そして、その山分けイベントは2021年10月の24日、
21時30分にゲーム内で行われますので、この日時ぜひチェックしてください。そしてさらにですね、余ったキャラアイテムカードというのは、手がかりと交換することができるんです。こちら7番のですね、1つのアイテムカードにつき5手がかりに変換され、1人最大200手がかりを獲得できるということで、今最大ね200個の手がかりは確定でもらえますので、ぜひこちらアイテムは残しておくのもいいかもしれません。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっと難しいんですが、本当にね手がかりが無料でもらえますので、ぜひぜひ、挑戦してみてください。あとね、動画内でありましたけれども、他の人のアカウントを勝手に連携する行為は人の迷惑になることですので、それだけ絶対にやらないようによろしくお願いいたします。ということで皆さん、本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。